夢は意識でコントロールできない、無意識から出てくるメッセージだと言います。そして人間は 10% の意識と 90% の無意識から形成されていると思う。意識できる自分と無意識の自分、夢はそれをつなぐためのものなのかもしれません。彼女は夢の中に突然現れた。見知らぬその子は自分のことを香織と名乗った。その日から香織ちゃんは時々夢の中に現れるようになった。誰にも言えない悩みも香織ちゃんには打ち明けることができた。僕にとって香織ちゃんは頼れる存在だった。時が経ち、僕だけが成長していってもそんな関係は変わらず続いた。そして僕に好きな子ができた。ねえ、話って何？いや、話ってほどでもないんだけどさ、今週の日曜日暇かなって。ねえ、それってデートの誘い？まあ、はっきり言っちゃえばそうなんだけどさ。いいよ。マジ？うん、じゃあ来週の日曜日ね。バイバイ。やっぱ遊園地か映画かな。しかし初デートへの道は険しかった。香織ちゃんに相談しよう。彼女のことはまだ香織ちゃんに報告していなかった。うまくいってから言うつもりだったのだ。やっぱここは無難に映画にしようと思ってんだけど、女の子ってやっぱラブストーリーとかの方がいいのかな。香織ちゃん、今日はもう帰るね。ちょっと待ってよ。俺なんか変なこと言った？また会えるよね。そんな香織ちゃんは初めてだった。そして結局香織ちゃんに会えないまま僕はデートの日を迎えた。最近見た岸和田少年グレンタイ？あー、面白かったね。面白かったでしょ。あとはね、香織ちゃんだった。どうしたの？いや、でも本当にあの子は僕が知っている香織ちゃんなのだろうか。時間が経つにつれ僕の中で自信が揺らいでいった。その時、香織ちゃん、降りるわよ。ゆうきくん、悪い、後で電話する。やっぱりあの子は香織ちゃんだった。疑問と好奇心で僕の頭はいっぱいになっていった。
その瞬間、忘れてた記憶が溢れ出した。いけるかな。今日で村上香織ちゃんはお別れすることになりました。お父様のお仕事で新潟県に引っ越しするそうです。泣くなよ。僕、大人になったら絶対香織ちゃんのこと迎えに行くよ。本当？だからそれまで待ってて。香織ちゃん、じゃあ約束。そんなに息切らして。あのさ、幼稚園の時引っ越ししてった、村上香織って覚えてる？覚えてるけど。何その怖い顔。その香織ちゃんが死んでたんだよ。ああ、交通事故でしょ。まだ小学1年生だったのにね。知ってたの？あれ、言わなかったっけ？初耳だよ。そうそう、あんた仲良かったから知ったらショック受けると思って黙ってたんだわ。その夜、僕は香織ちゃんの夢を見た。思い出したよ。香織ちゃんはあの時の香織ちゃんだったんだね。忘れててごめん。うん、いいの。じゃあ香織、行くね。また会えるよね。会えない。なんで、なんで会えないの？約束破っちゃったから。約束？ゆうきくんと会うのは夢の中だけって約束してたんだ。だったらなんで？だってゆうきくんが好きになった人見てみたかったんだもん。あの姉ちゃんのこと大切にしなきゃダメだよ。約束。ありがとう。今までの人生で一番悲しい別れだった。事情があってさ、多分言っても分かってもらえないと思うんだけど。もういいよ、今回だけは特別に許してあげる。よかった。でも今回だけだからね。あれ以来、香織ちゃんは僕の夢の中に現れなくなった。